お客様、お食事お済みでしたらこちらの方お下げしてもよろしいでしょうか。失礼いたしました、お客様。では何かお飲み物の方は追加オーダーございませんでしょうか。確かに、ワンフィンガー分、しかも小指ほど残っておりますね。はい。かしこまりました。よく育つように、早く大きくなれよ。ほっといてほしいならサックに来るなよな。それで一体何時間粘るつもりだよ。旅立ちの日が近づいてるんだよ。お前とは違って俺はのんびり構えてられねえの。当たり前だろ。で、何それ、ずいぶん前からそんなに大量の雑誌をテーブルに広げて一体何してるんだよ。世間を揺るがす、それでも私はいやらしい女でしょうか。あのビッグアイドルに入り浸り、妖怪人がハマる注入ウニテクに迫る危機開会なり。おお、短期集中霊祭、魅惑の調教テクニック、これであなたも魔性のみんな愛の召使いを飼育しよう。おお、ペケペケのペケペケ、ペケペケがペケペケ、なんてやらしいんだ。ペケなペケでペケペケかよ。おっしゅ、こんないいもの子供の読むものじゃありません。大人になるまで先生が預かってあります。青少年を健全に育成したことね。君はとっとと帰って寝なさい。お前こそ帰れよ。そんなに気になるならカナタさんに直接聞けばいいだろうが、会えなくても携帯だったらいつでもかけられるだろう。はい、ショウゴ、寝る前は歯磨きを忘れないように。なるほど、そういうことだったんですね、カナタさん。はい、そういうことだったんです。それではカナタさん、今恋人はいますか？いません。では過去には？いません。では今好きな人は？いません。では好きな男性のタイプは？優しい人がいいですね。なんだか無難な答えばかり返ってきますね。事務所に何か言われてるの？
優しい人がいいですね。優しい人がいいですね。カナタさん、質問ちゃんと聞いてらっしゃいます？そう。笑顔、素敵ですね。ねえ、マネージャー、今のでいいの？久しぶりだね。ほんと、偶然だね。いきなりいろいろあったんだよ、予定外のことが。だっていろ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 んなことが重なって。お前、
帰ろっかな。バイ。なんかよ、翔吾、年取るのもいいもんだよな。そんなことねえよ。大人だから自由なんだろ。どこに行って何をするか全部自分で決められるんだ。それにさ、思い出すものの数がどんどん増えるだろ。悪くない。悪くねえよ、それってさ。んじゃ俺そろそろ行くから、こいつのことよろしくこいつちゃんと世話してもらうんだぞ。じゃあな。んじゃねー。お前もな。お前も気抜くなよ。死ぬな。